臨床福祉、専門学校臨床福祉専門学校は、東京都高等区塩浜にの2-2の10にある、専門学校。運営は、学校法人系新学園グループ。東京都高等区塩浜に所在し、言語聴覚し、理学療法士、柔道整福祉を養成する、専門学校。東京都知事認可厚生労働省指定養成施設。保健、医療、 福祉の統合、連携により、医療現場で活躍できる理学療法士、言語聴覚士、柔道整福祉を養成している。平成15年4月東京都練馬区釈次以来3丁目25番21号にて、開校。平成15年6月介護教員講習会開校。平成16年2月第1回臨床福祉、研究学術集会開催10月。 臨床福祉ジャーナル第1巻発刊平成17年4月理学、両方学科ピルマブ定員を変更平成20年3月、特定非営利活動法人私立専門学校、投票化研究機構実施の第三者評価を受ける平成20年4月校舎を、東京都江東区塩浜に丁目22番15に、移転平成20年3月臨床福祉学科及び、 精神保健福祉学科を廃止平成21年12月、臨床検診クリニックを開設平成23年3月社会福祉し、陽性通信課程を廃止平成23年4月柔道整復学科を、設置臨床福祉専門学校附属臨床検診、接骨院会員平成24年8月第45回、公益社団、法人全国柔道整復学校協会主催、 全国柔道大会男子三部団体優勝平成25年2月、第10回系新学園学術研究会開催、平成25年8月第46回、公益社団、法人全国柔道制服学校協会主催、全国柔道大会男子二部団体優勝女子二部、団体準優勝平成26年3月開校10周年を、 迎え記念史を発刊平成26年4月文部科学大臣により、言語聴覚療法学科、理学療法学科ピルマ部、夜間部が職業実践専門課程として認定される。ありがとうございます。